頭皮パイシアジェズンシスバリエーション、ハンドンシスの葉ヒメバラモミパイシアマキシモックス部の葉頭皮属、学名、パイシアは、マツカトウ皮属の常緑針葉樹の総称。いわゆるクリスマスツリー型の典型的な針葉樹である。樹高は生育環境によって大幅に異なるが、条件の良い場所では、かなりの巨木になる場合がある。北米太平洋岸には、 樹高95メートルの首都カトウヒがあり、世界最高の巨木の一つである。和名に、バラモミ、ハリモミとつくものが散見されることからも、伺えるように、樹形や葉の付き方は、モミ族とよく似る。しかし樹皮は茶色で臨場に裂け、葉の先端が尖る、枝に、幼虫と呼ばれる突起があって、そこから葉が伸びている点が、モミ族と異なっている。葉の断面は横に、 扁平の種類と、ひし形な種類がある。また、もみ類では、旧花が枝の上に直立して、生じるのに対して枝から下に垂れ下がること、丸っこい種子輪片の下から針状に尖った、包み輪片が顔を見せるが、頭皮属では、包み輪片は、ごく小さくて外から見えないこと、種子の散布後に、もみ属では、輪片がは脱落するが、頭皮属では、残ることなどが大きく異なる。 菅族は、葉は、もみ族に近いが、カサカの性質は、トウ皮族に近い。ただし、カサカははるかに小さい点で区別できる。トガサワラ族や、アブラスギ族は、その点では、トウ皮族に近いが、包み臨片がよく発達する。北半球の温帯から寒帯にかけて広い範囲に30種以上が分布する。分布の北限は、シベリアアラスカカナダの北極圏、南限は、 ユーラシアではビルマとヒマラヤ、北米ではメキシコ北部の鉱山地帯に達する。タイガや中緯度山岳地帯のアコー山帯における重要樹種の一つである。日本では北海道と本州中部山岳地帯の山地帯上部からアコー山帯を中心に分布し、一部の種は九州の山地まで分布する。東非属は5つの系統に分かれる。 規定的な系統はいずれも北米産で、頭皮属が北米起源であることを示唆している。旧大陸に算するのは、派生的なクレイド4とクレイド V に限られる。クレドアイド I、編集クレイド 2, 編集クレイド 3, 編集クレイド 4, 編集、クレイド V、編集ドイツ頭皮、パイシアアビエスの休暇休暇と派に基づく分類である。重りか頭皮節、編集休暇は大きく。 表面は臨場。葉の断面は、やや平らと火節。編集休暇は小さく表面は臨場。葉の断面は扁平。エゾマツ以外はすべて北米産バラモミ節。編集休暇は大きく表面は滑らか。葉は尖り、断面は四角。日本には、以下の7種と1編集、または6種と2編集が分布する。エゾマツと赤エゾマツ以外は、日本の特産種である。 エンゲルマンとヒスプルース、北洋エゾマツ、ホワイトウッドなどの名称で、シベリアや北米、北欧などから大量に輸入され、建築用材や土木用材として使用され、程度の良いものは弦楽器の表面板や家具などにも使われる。なお、弦楽器の表面板の材料として、しばしば表記される、ドイツ松は、ドイツ島比、または、その他の島比属の材のことである。 エンゲルマン頭皮、パイシア・イングルマニーイ、シトカ頭皮、パイシア・シトチェンシス、カナダ頭皮、パイシア・グラウカなど、主に北米やカナダで産出される、頭皮類がよく利用される。日本ではこれらを総称して、米頭皮、北洋エゾマツ、アラスカヒノキと呼ぶ。頭皮族はマツカであって、ヒノキ科ではないが、百六十四年、東京オリンピック直前の建築需要急増の際に、 ヒノキの代替木材として輸入され、見た目がヒノキに似ていたため、材木業界でこの呼び名が普及した。建築材として使用されるのが一般的であるが、良質なものはピアノ、ギター、バイオリンなどの楽器、家具、木製の競争用ボートの尖閣、まな板などに用いられる。見た目が蚊帳に似ているので、将棋盤や小盤に使用されるが、蚊帳に比べるとかなり柔らかく、対応年数は 低いとされる。2倍法住宅の構造材には、いずれも針葉樹であるスプルースとパインファーからなる SPF 材が利用される。材木はクリーム色から薄黄色である。北イタリアのフィエンメ警告産スプルースは、バイオリン、チェロといった弦楽器の表板やピアノの響き板として利用される。フィエンメ警告産は、コミュニティメンバーのみには採を許されており、楽器用としては、 セルスサシャが取り扱っている。ありがとうございます。